ムシェリーチャンネル。おめでとうございます。はい。今では鈴島井の一です。田中裕介です。小宮です。田中翔です。本日の企画は、みんなが人生で心に響いた歌詞。まあ、音楽会みたいな感じだけど、まあ、もちろん楽器は演奏しません。当たり前やん。毎回ちょっとずつ音楽に近いとこやってるんだけど、ちっちゃい頃から音楽聴いてきて、まあ、歌詞というものをやっぱ聴いてきたと思うんですよ、うん、で、まあ、その中でこの歌詞やばないとか、この歌詞めっちゃ刺さったわとか、その時のなんか心情と重なってとか、なんかいろいろあると思うんですよ。今回はそんなみんなの、まあ、心に刺さった歌詞をちょっとプレゼンしてもらおうかな。4選ってことですね、じゃあ。そう、本当に俺ら自分らのバンドの宣伝しないで他のアーティストの宣伝も今日はね、はい、そんなこと、そういう感じで、はい、プレゼンしていきたいと思います。はい、よろしくお願いね。じゃあ発表していくんですけれども、誰からいきますか。じゃあ今月も私からいきますか。まあ、シャルムヨシェリーの曲は、まあ、全部作詞させてもらってるんですけど、うん、まあ、作詞をするにあたって、うん、とても影響を受けた、あー、なるほどね、作詞家さんがいるんですよ、はい、松本隆さん。松本さんの歌詞の世界観には非常に感動しまして、うん、なるほど、影響を受けまして、でその松本さんの手掛けた作品で、まあ、1位2位を争うぐらい有名な曲で、太田裕美、木綿のハンカチーフ。ああ、木綿のハンカチーフね、全部いい、ああもう歌詞全部全部いい。上京する彼氏と田舎で待つ彼女、うん、2人の掛け合いでこう進んでいくやつなんですけど、うん、まあこの流れがなんかお気に入りの一節とかない？全部聞いたら最後切ない、あーうわーって、これ木綿のハンカチーフ欲しいないやーずりーなーでもいい曲だよね。聞いてる、いい曲だね。例えばなんかね、まあ最初で言うと、まあ、僕は旅立つっていう彼氏と、うん、ただ都会の絵の具に染まらないで帰ってと願う彼女とか、すごくそのだからその言い回しだよね、言い回しが表現の仕方ね、本当に美しいんですよね。都会の絵の具に染まらないで都会で流行りの指輪を送るよっていう彼氏、いえ星のダイヤも海に眠る真珠もきっとあなたのキスほどきらめくはずないの。うわハンカチ欲しい最後の文は、僕はもう帰れないと、都会の暮らしに慣れてしまって、うんうんうん、華やかな暮らしに慣れてしまって帰れない、そこで最後彼女がね、涙を拭く木綿のハンカチーフを最後に願うと。あー切な、ね、どうですか淡々とこの曲調はすごく明るいポップな感じするよね、歌詞はどん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 こう終わりに向かっていくっていうのは なんとも切ない。確かに、そしてこの表現が、うん、松本さんのこの美しい言葉の表現が、それをさらにこう切なく差し上げる曲ですね。もしかしたら今度差し入れとかで松本さん歌詞集みたいなのある本当にちょっとね集めてます。あ、松本さんの歌詞の曲しかないアルバムとか。なるほどね、ちょっとメンヘラになりそうな曲だね僕はその昔の曲じゃなくて割とも最近より、あ、いいんじゃないですか。乃木坂46ですの帰り道は遠回りしたくなるっていう、好きだったこの場所一歩目踏み出そう、まあ、これだけ見たら何のこっちゃよくわかんないと思うんですけど、好きだったこの場所なのに離れちゃうじゃん、そういうこと、うん、これあの MV が西野七瀬さんが主役としてやってるんですけど、はいはいはい、夢を追いかける西野七瀬と夢を追いかけなかった西野七瀬っていうのが同時進行で物語ですね。ほう、なるほど。片方はアイドルを目指す西野七瀬、うん、片方はアイドルを目指さない西野七瀬、うんうん、でアイドルを目指した西野七瀬っていうのはもちろんあの最初ダンスが踊れなくもう泣いた日々で、その中もう一人の西野七瀬は学校で絵が上手くて、うん、でちゃんとコンテスト出てでみんなとカラオケとか行って遊んだりして楽しい人生、はいはいはい、そんな中で本当にこの道を進んでもいいのか、はい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 、でも振り返らないで帰り道は止まりしたくなるけど一歩目この踏み出そうっていうこと。あー、なるほどね。これがちょうど出たのが2018年、まあ、我々ちょうど音楽やってないタイミングです。だからこのまま
この道を自分たちも続けてもいいのかな、うん、それとももう普通の道を歩んだ方がもう普通の人生を送れて楽しめるかもしれないよ。あ、じゃあ本当に当時音楽をしてない隼人と音楽をするかもしれない隼人の2人いたわけだ。2人いたわけ重なったんだ。ちょっと重なったそうだけどこのまま目指そうかなと。遠回りね、そう遠回りしてもいいから、はいはい、このまま頑張って続けていこうっていうので、一歩目を踏み出そうという最近だと一番印象の。ああなるほどね、なんかしっかりエピソードあんなほんまや。好きでしたっけ西野七瀬。乃木坂自体は結構好きかな。誰推しですか。最高ですか。マイ。いやそんな王道いかないよ、ね、こいつはこいつはいかんや。俺あの子だわ聞いてねえ遠藤さくら知らん19歳ぐらいの女の子が好きだって可愛いわ、可愛いわじゃあ私言いましょうか、はい、フィーリング的にはちょっと陽介と同じ感じ、ちょっと言い回しがいいなと、うん、村下幸三さんの初恋夕映えはあんず色、これあの2番の A メロなんですけど、この夕映えをあんず色というこの表現の仕方に俺はちょっと当時ドギモン抜かれまして俺はね、うん、綺麗やなって、うん、あんず色、うん、え、夕映えをみたいないや分かりますよ夕映えって表現もあんま聞かんし、夕焼けのあの感じを、うん、あんず色、うん、おしゃれやなと思ってる、うん、実はまだ迷ったのあるんで、うん、後でまた発表するわ。おまわりが結構迷ったんですよ。僕は雨ざらしなんですけど、やっぱ僕もこの世界観というか、はい、この秋田ひろむさんが書く詩が大好きで、その中で秋田ひろむさんってやっぱりこう暗い歌詞、もう なんでそんなことを歌うのみたいな生々しいというか表現にも必ずなんか一個の希望があるみたいな歌詞の中に、今から言う曲には一切救いがないんですよ。もう 100% 絶望みたいな雨ざらしの穴を掘っているって曲なんですけど、だって神様も悪人、希望を持たせるだけ持たせて、泣いてもわめいても祈っても最後に突き落とすのがその手口っていう歌詞が、電車の中でそうじゃんちょっとわかりやすく説明してよ。やっぱり俺も全部いいって書きたかった、だったら、うん、もうこれも B メロから繋がってくるんですよ。この穴を掘ってるって曲がもうミュージックビデオも結構すごくて、こう樹海の中にプリンターが無数に散らばってて、そっから何万人もの人がツイッターでつぶやいた〇〇だから死にたいっていうツイートが書かれた紙がどん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 印刷されていく、すごい陰鬱な。この穴を掘ってるってのがいろんな解釈あるんですけど、一番そうされてるのはやっぱりその墓穴、誰の穴を掘ってるんだ、最終的にもう自分の穴を掘ってる、人生どこで間違えたんだ、この主人公のお父さんの言葉が1番と2番で1回ずつ出てくるんですけど、親父がよく言っていたと。でこれの前が親父がよく言っていた、絶望を連れてくるのはいつも希望、そうじゃん大概そうじゃんこの曲唯一の希望っちゃ希望かなっていうのが1番のその親父の言葉なんですけど、親父がよく言っていた、悪人も天国へ行けるぜ、だって神様も悪人なんだから、なるほどね、みたいな。最終的にはこの人死んじゃうんですけど、生まれた時から自分のことを諦めたぜ、生まれる場所がもう自分じゃ選べないと、せっかく生まれたんだからみたいな、もうただ一つの命頑張って生きようよってことじゃなくて、もうどんだけ祈っても生まれた場所は選べないんだから、うん、もうそのこと自体諦めちまえみたいな、うん、だからって死ねって言ってるわけじゃなくて、うんうん、そう諦めて自分の人生生きようみたいな。で MV の最後にあの歌詞には入ってないけど We are not alone って出てくるんです、はいはい、私たち一人じゃないよ、もう2つの意味があって、一人じゃないから頑張ろうと、一人じゃないから甘えんなっていう2つのメッセージが込められてるんですね、はいはい、深いなこれはぜひ一番初めから歌詞を見ながら聴いてほしい曲ですね。辛い曲だけどなんか刺さるものがあるんですよ。これ電車の中で泣きそうになりました。5分間熱弁だったもん本当に刺さったんだなと。いやマジで刺さった。オタク特有の早口出ましたけどなんかありました穴掘りたくなったなんで俺こんなに落ちてんだろうみたいな時に聞くと、うん、自然と涙が出あの手相の一見から、ね、失敗ですよもう一個ね、もう一個おかわり、はい、これ、まあ、迷ったもう一曲なんですけど、はい、僕は高校2年生の時東北大震災、はいはい、あとで、はいはい、
その頃ぐらいに出た曲で、おそらくまあそのことを歌っているんだろうなっていう歌詞で、陽介もこういう歌詞を書いてほしいな。ウーバーワールド の, あの白昼夢っていう曲がある、はい、白に昼に夢、はい、わかる悲しい過去を忘れさす歌じゃなく悲しみに立ち向かえる歌をっていう歌詞があるんですよ、はいはいはい、地震とかで悲しいこと起きた、誰か身内が死んだ、友達が死んだ、でもそれを忘れさす歌じゃなくてそれに立ち向かえる歌をっていう歌詞があって、いいわ。聴いてる人たちに勇気を与えれるような歌詞をね、ちょっと陽介も書いてほしいなっていう。でも今度の新曲なんかメンヘラな感じで頼むわ。言われたっすよ。だからその部門があるんですよね。ポジティブ部門、はいはいはい、なんかメンヘラ部門みたいなのあるじゃない。割とこうポジティブ部門。じゃあまずポジティブな曲を。そう、お願いします。なんかドロドロな感じでいいわって言われたっすもん。はい、というわけで、はい、刺さった歌詞、はい、まあ、5000、はい、みんなあれかな、サブスクとかで聴ける、これは聴けると思う、ね、うん、ぜひ聴いてみてください、うん、はい、じゃあ今日はこれで終わります、はい、はい、よし、ありがとうございました。今日も動画見てくれてありがとう。キュンです。 SNS は概要欄からよろしく。チャンネル登録と高評価もよろしく。バイバイ。バイバイ。